ナスが別に僕特別ナスが好きじゃないって言ってんじゃん。味噌汁の中でナスが好きなんですよ。ビジネスナスなんですか。ビジネスよくわかんないけど多分そうですよ。てか自分で言ってないからね、そもそも味噌汁で好きだって言ったんですよ。じゃあちゃんと謝ってください。僕はビジネスナスですって言ってください。ちゃんとちゃんと言ってください。あ、はい、ちゃんと言ってふざけないで、はい、皆さんあのすいません、僕別に特別ナスが好きなわけではない、ビジネスナスでございます。すいません本当に申し訳ありません。ビジネスナスなんですね、坊さんは。ビジネスナスです。今までナス好きを偽ってたわけですね、はい、自分で一言も言ってねえんだよな。一言も言ってないんだよな。うい、ういいんですねそれで。いやいいです、わかりました、わかりました、そういう人間なんです。味噌汁でナスが好きなだけだって、はい、毎回言ってんのに、毎回言ってんのに。騙されたわ。ひどいな。騙された。ひどいな本当に。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よければチャンネル登録お願いします。